いやー、マジで、ほんまに？ほんま、俺ちょっと、マジで目疑ったんやけど、みんなもそうやと思うわ。今日のジャイアンツの攻撃、やばすぎちゃう？俺ほんまに野球めっちゃやってきてるけど、こんな点数入ったのって、ほんまにマジで数回見たかなぐらいやし、ほんまにこのシングルヒットだけ？ほんまにこんな繋がるのって、マジでそんなことあんの？あの強いロッテに。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありました、ジャイアンツ対マリーンズの、徹底解説、やっていこうかなと、試合解説やっていこうかなというふうに思っております。ちょっとね、今日の試合に関してはね、笑いが止まらないというか、本当に、この点数を、分割してくれよと。分割というかね。ほんまに、この点数をもう3戦にわたってちゃんと分割してくれよというふうに思うぐらいね。今日なんと18点取ったというところ。で、3回の裏にですね、11得点というね、もう見たことない数字がスコアボードに刻まれるというところで、それにヒット数も23安打。で、僕これね、今、野球解説、去年からかな、YouTube や、初めてやってるんですけど、初めてこれ、得点シーンを書ききれなくて、これね、これ見て、これタイムリー打った人だけを書いたんですよね。こんなこと僕初めてですからね。それぐらい、まあ、打線が繋がったというふうに、思いますと。で、今日の一言メモなんですけど、こちらになります。あの展開からの11得点はすごいというところで、まあ、これ、見てもらったらわかるんですけども、まあ、初め2点先制して、で、3回表に2点取られたんですよね。うん。で、この2対2という、まあ、均衡した、状況で、この3回裏に11得点を取ったというところで、まあ、非常に珍しい試合だと思います。これに関してはね。で、まあ僕、キャッチャー出身でよく配球のこととかも、まあ言わせていただくことはあるんですけど、今日に関しては、まあ配球もまあそうなんだけど、まあ、まあきついような言い方、まあちょっとロッテファンの方からしたらね、ちょっときついかもしれないけど、やはり、まあ見えないエラーというか、まあ守備の大切さっていうのも、非常にね、感じたなっていう試合ではあったんですよ。まあそれはね、後でね、詳しく見ていこうと思うんですけども、まあね、いずれにせよ、まあ、11得点というところもね、まあ、小島投手ですか。まあ、後で詳しく見ていきますけども、なかなかね、球数も要してましたし、まあ、決め球がなかなか決まらないというところ。で、追い込むまではいい感じでいってるんだけど、追い込んでからの球がね、ちょっと甘くなったりとか、まあ、打ち取ったとしてもそれが内野安打になってしまったりとか、まあ、もう不運が重なってね。で、まあ、満塁の状況が結構続いてたんで、まあ、前進守備っていうところがあって、まあ、ヒットゾーンが広がってたとかね。で、ジャイアンツもジャイアンツで非常に単打で繋いでったっていうのがあるので、ホームランとかで一回流れが切れるみたいなことがなくて、ずーっとこの、なんて言うんだろう、まあ、マリオカートで言うとスター状態みたいな感じの状態がずーっと続いてたんで、そういったのがいろいろ重なって、まあ、この11点になったんじゃないかな、というふうに思います。じゃあね、得点シーンさらっと振り返っていきまして、僕が気になったところを右側で振り返っていきたいと思います。はい、まず、先制したのは、ジャイアンツでした。1回裏ですね、2アウト1、2塁から坂本選手のレフト前ヒットで得点、2アウト1、3塁の、立岡さんのヒットで、センター前ヒットで2点というところで、この回2点ね、まあ、序盤ね、非常に、初回から点取れたというところは非常に良かったと思います。で、3回表ですね、先ほども言いましたように、ワンアウト2、3塁からポランコ選手の、犠牲フライ。で、2アウト3塁の、から、佐藤選手のレフト線の2塁だというところで、同点に追いつきますと。うん、ここまではすごく非常に均衡したゲームでした。山崎伊織投手も、まあね、非常にまあ、調子がめちゃくちゃいいわけではないと。で、非常にロッテの打線も勢いを感じたというかね、なかなか簡単にアウトになってくれないなというか、2-3、3-2に行く場面が非常に多くてですね、非常にまあ、神経を使って、投げてるなという感じはしましたし、うん、そういったところでも非常にね、まあ、緊迫した試合ではありましたと。で、ここですよね。
ちょっとすいません。タイムリー言った人を、まあ、省略させてもらってるんですけど、まあ、岡本、立岡、岸田、伊豆口、山崎、丸、岡本、坂本の押し出し、立岡というところで、まあ、今挙げた選手が、まあ、タイムリーであったり、押し出しを、しましてですね、この回11得点というところで、まあまあ、今日の試合で、まあ、誰が見ても、まあ、この回が、重要というか、この回で決まったっていうところではあるんですけども、まあ、非常にまあ、単打で繋いでった。まあ、この、ノーアウトで、岡本選手に、もう一回、打席が回ってきた、うん、なんか、あったんですよ、そういう状況が。なかなかないぞと。一巡して、まだノーアウトっていうのはなかなかないってね。9者連続ヒットでしたっけ？なんか、ほんと、そんなことって、僕の野球人生ってあったかなぐらい、少年野球でもあったかなぐらいのレベルなんで、それがプロであるっていうのは、やっぱり野球ってね、こんだけね、何が起こるかわからないっていうのがね、非常に面白いなっていうふうに改めてね、思わせてくれますよね。はい。で、7回ぐらいですね、ノーアウト1、2塁から岡本選手の、ツーベースというところで2点。で、8回ぐらいにはですね、これ、ヘルナンデスね、ワンアウト1、2塁からヘルナンデスのホームラン。というところで、もう、エルナンデス様々というところなんですけども、まあ、18得点というところで、まあ、18対2というところで、非常に、気持ちいい、気持ち良すぎる勝利でございました。じゃあちょっとね、右側で、詳しく解説していきたいなというふうに思っております。はい、じゃあね、まず1回裏。はい。ワンアウトからヘルナンデス選手がデッドボールで出ますと。で、ワンアウト1塁から吉川選手のセンター前。もうめちゃくちゃ状態よね、直樹さんもね。これもツーストライクから、ツーストライク追い込まれるんだけど、そっからツーツーに持っていって、そっからセンター前というところで、非常に、粘りというところもね、含めまして、非常にいいバッティングだなというふうに思います。で、ワンアウト1、2塁から岡本選手がね、ストレート、フォーク、ストレートというところで、ストレートをね、ちょっとドン詰まりで、バーンとこう、セカンドフライを打ち上げてしまうと。まあ、こういった、詰まらされたとか、泳がされたとかっていうのをね、結構バッターっていうのを頭に、残してますから、まあ、次もね、次もというか、こういう、打ち取られ方で、バッターはどうやって考えていくか。ああ、じゃあ、キャッチャーとかバッテリーは、次どういうふうに攻めていくかっていうのを、詳しく見ていけると、非常に野球ってもっと楽しく見れてる、見ていけるっていうところなんで、それもね、後ほど解説していきたいと思います。で、2アウト1、2塁、僕、ここがね、非常に良かったというか、キーマンだと思います。キーというかね、重要だと思いました。2アウト1、2塁、坂本選手が、まあ、レフト前ヒット打ったんだけど、これで、3-2 にしてね、打ったヒットなんですよね。うん。で、それが非常に良かったと。で、2アウト、2-3、3-2になると、まあ、ランナーが自動的にスタートしますというところで、まあ、得点も入りやすいと。で、この打席の内容ですね、7球目のフォークを打ったんですけども、6球目のフォークボール、6球目もフォークボールだったんですよ。なんだけど、それを非常にね、際どいところだったけど、やっぱ止まると。状態良かった時は止まると。で、7球目、ちょっと浮いてきたフォークをね、坂本さんのよく見るやつね。こういうやつ。こういうやつで、レフト前ヒット打って、もうこの、坂本隼人の休養明けの打率、ちょっと出してみたいなっていうぐらい、ほんまに休養というか、ちょっとこう、なんて、欠場というか、そういうのをもらった後の、時って、めっちゃ打つよね。っていうことで、本当に素晴らしいなと思いますと。で、2アウト1、3塁から、立岡さんもね、3-2 まで持ってて、こう、センターへのコンタクトというところで、もう素晴らしいよね、立岡さんね。今日なんか7打席連続ぐらいね、振ってたっていう、ヒットで打ってたっていうところあったんで、もう無双してるなっていう感じはしますと。で、ツーアウト1塁で、岸田選手がサードゴロで、この回は終わってしまうと。で、次ここですね、2回表。この回ね、ちょっとね、やっぱりこう、慎重になってたというかね、非常にまあ、ロッテも勢い感じたっていうのはここですよね。ワンアウトから佐藤選手のレフト前ヒット。で、中村、ワンアウト1塁で中村選手のレフト前ヒットというところで、ワンアウト1、2塁になりますと。で、ワンアウト1、2塁で安田選手迎えると。で、まあ、警戒してね、やっぱ甘くいったらいかれるというところで、まあ、警戒して行くんだけど、ここフォアボール出したんですよね。ちょっともったいなかった、ここはね。うん、非常にもったいなかった。で、ここ、ワンアウト満塁で、友杉選手を空振り三振取った。これもですね、まあ結果としては、空振り三振取ってるんだけど、これもツーストライクに追い込まれるんですよ、友杉選手ね。2球でポンポンって追い込まれるんですけど、そっから粘って、3-2 まで持ってって、やっと最後空振り、カットボールでね、空振り三振取るんですけど、まあそういったところもね、見て、やっぱりこう、ロッテがね、非常にこう、調子がいいっていうのはね、すごく分かったし、
やっぱりこう、まあバッターによってはね、こういうと、友杉選手とかもそうだし、小島じゃない、小川と選手とかもそうだけども、そういうね、ちょっとまあ、非力じゃないけど、ちょっとそういうバッターの特性に合わせて、もう自分はこういうことをしていかないといけないみたいな感じでね、ポイント引きつけて、相手のボールを投げさせて、フォアボールを取ったりとか、まあこの場面は三振になりましたけども、簡単にアウトならないとか、そういったことが、やっぱチーム全体できてるから、やはり強いんだろうな、っていうふうに思いました。で、次ですね、これ3回もですね、はい、ここ、まあ、2点取った場面ですけども、まあ、先頭岡選手がライト前ヒット打ちますと。で、ここですよね、先ほど、まあ、小川選手の名前出しましたけども、ノーアウト1塁で、これも2ストライクからなんですよ。2ストライク追い込んでからなんですよ。2ストライク追い込んでから、そっから粘りに粘って12球。で、フォアボール取るんですよね。これ、岡選手がもう、バケモンやと。もう、ピッチャーからしたら地獄やと。ほんまに。うん。だから、こうやって山崎優里投手ね、めちゃくちゃ球数多かったんですよね、今日ね。で、ノーアウト一塁で高部、選手かな、バント、セーフティーバントバーンとしまして、僕、ファームで試合で一緒にね、一緒にというか、まあ、対戦したことあったんですけども、めちゃくちゃ足早い。で、ギリギリ、岸田選手がね、ファーストアウトですると、キャッチャーゴールでね。で、ポランコ選手の犠牲フライ。これ、ワンストライクっていうところだったんですけども、ちょっとね、フォークボールが浮いてしまってね。まあ、ストライクからボールになるぐらいのフォークボールでも良かったのかなっていうふうに思うんですけど、ちょっと浮いてしまってね、そのポランコ選手、やっぱり犠牲フライ、最低でも打ちたいと思ってますから、ゾーンを上げてるんですよね。目付け、いわゆる目付けを上げてますから、その高めに来るフォークボールっていうのは、まあ、打ってつけの球になるわけですよね。で、センター、フライで、1点入ると。で、2アウト3塁、ここでですね、キャッチャーというか、巨人バッテリーからしたらここで抑えたいと。この犠牲フライ1点だけで、収めたいっていうふうに思ってますと。で、佐藤選手が、ここでですね、カットボール、ボールっていうところ。で、ワンボールというところからストレート、取りに行ったストレートをカチンと、レフト線への、ツーベースというところで、同点というところ。非常にね、いい攻撃だったなと思うし、やっぱり今のこの2点を考えると、この小川選手のフォアボール、12球粘ってのフォアボールっていうのが非常に大きかったんじゃないかなっていうふうに僕思います。で、ここですよね。3回裏。はい、もう今日はここに尽きるんですけども、まあ、小島投手ですか。小島投手も非常にいいピッチャーですと。で、でも、今日に関しては、もう本当に、もう魔のゾーンに入ってる。もうたまにあるんですよ。もう何投げても打たれるって。頭使って、めっちゃ考えてやってんのに、何投げても打たれるって。それがあるんですよ。ほんまにね、1回2回ぐらい。で、これがね、今日、それが来てしまったっていうところですね。で、まあ、先頭ヘルナンデス選手がレフト前ヒットと。これもね、チェンジアップうまく打ちましたよね。チェンジアップファールにして。で、もう、チェンジアップないでしょうと思わしといて、もう一回チェンジアップいったやつをそれをしっかり打つというところで、非常にヘルナンデス選手もコンパクトやし、変化球、特に、まあ、まっすぐもまあ、打てると思うんだけど、特に変化球を打つのが上手いなっていう印象がありますと。で、ノーアウト一塁で、吉川選手、レフト前ヒット。まあ、これも、まあ、普通のヒットではあるんですけど、まあ、ポランコの守備ね。先ほど守備の大切さがっていうふうなお話しましたけども、ポランコの守備やばいね。正直言うと。まあ、ジャイアンツに元々いた選手だから、まあ、わかってるんだけど、改めて、対戦相手として、レフトポランコというところを、ね、対峙するというか、対戦するとですね、ヒットゾーンがめちゃくちゃ広いなっていう感じがしますと。で、このレフト前のね、直樹さんのやつも、まあ、ジャイアンツのレフトだったら、まあ、丸さんとかね、守ってるけども、丸さんだったら多分取ってると思うんですよね。で、ポランコがスライディングして、まあ、落ちるっていうヒットだったんだけど、まあ、見えないエラーとまでは言わないけど、まあ、やはりポランコの守備力っていうところは、非常にね、今日露呈したなっていう感じはしますと。で、ノーアウト一塁で岡本選手のこのレフト前ヒットね。これ、先ほど、岡本選手、まっすぐに詰まって、セカンドフライ打ちましたっていうお話したと思うんですけど、やっぱりバッターって、前の打席、例えばね、これだったら、岡本選手だったら、ストレートで詰まってますと。次、もう一回ストレート来た時に、詰まりたくないと思うんですよ。だから、キャッチャーとかは、バッテリーとかは、そういう風に思ってるから、じゃあ変化球で勝負したら、次は泳いでくれるだろうっていう風に思って、それの駆け引きなんですよね。で、ストレート行きまして、初球ね。で、次、フォーク行って。で、もう一球ストレート行ったんですよね。で、先ほど詰まってるっていうのがあるんで、やっぱ岡本選手はちょっとポイントを前にして打つわけですよ。詰まりたくないから。同じ球で2回ともグシャン行かれるの、ちょっとね、バッターからしたら屈辱じゃないけど、ちょっとこう、
嫌な気持ちがするんですよ。だからポイントをちょっと前に置くんですよね。で、それでそのストレートを、ポイントを前にしてるからレフト前ヒット打つっていうところで、まあ岡本選手からしたら、まあ狙い通り。で、あの相手のバッテリーからしたら、まあその裏を書いてまっすぐ行ったんだけど、チェンジアップというか、変化球を狙ってるでしょっていう、うん。逆に変化球狙ってくるだろうっていうふうに思ってると思って、逆にまっすぐ行ったんだけど、それが、岡本選手からしたら、素直に行ってるから、それで、なんて、表になっちゃうっていうところですね。で、ノーアウト1、2塁で、坂本選手が、ショートへの内野安打。これもね、フォークいいとこに投げ込んでるんだよ。うん、本当にいいとこ行ってるんだけど、いい守備もしてるんだけど、いいところに転がってヒットと。もうこれも流れなんですよね、完璧。で、ノーアウト悪い立岡さんのセンター前ヒット。もうこれもカットボールね。うん。だから、打たれてる球種大体全部違うんですよ。岡本選手にはストレート、坂本選手にはフォーク、立岡選手にはカットボール。で、岸田選手にもフォークというところで、全然みんな球種が違うんですよ。うん。で、岸田選手これライト前ヒットでしょ？で、ノーアウト満塁で、泉口選手もライト前ヒット。これストレートね。で、ここですよね。ノーアウト満塁で、山崎伊織投手ね。まあ、バッティングはいいというふうに言われてますけども、やはりピッチャーというところ。うん。だから野手よりは、まあ、打力は落ちるでしょっていうところなんですけども、僕がびっくりしたのは、このノーアウト満塁というところで、普通に初球のストレートをカーン打ちに行ったっていうのが、すごいなと思った。うん。ほんまにすごいなと思ったし、でね、先ほども言いましたけども、これもポランコの守備ね。うん。まあ、前に落とされるのは、まあまあまあ、まあ、ピッチャーだから、もうちょい前来ててもよかったんじゃないかなと、前来ててもっていうか、前を意識した中で守備をしてほしいなとは思うけど、で、その後に三塁に送球するんですよ。で、それもセーフにしてしまうというところで、ちょっとね、ちょっと守備やばいなっていう、やっぱ、感じはしますと。で、ノーアウト満塁と。で、丸さんもレフト前打つんだけど、これも、またこう、レフトに飛ぶって。で、これで前に来たんだけど、スライディングして次、こういつっていうところで、まあ、ヒットっちゃヒットなのかもしれないけど、まあ普通にジャイアンツの、例えば丸さんがレフトに入ってたとしたら、多分こんなことにはなってないのよ。だからセリーグってやっぱ守備が大事なんよ。うん、DH がないから。だからポランコも、ジャイアンツの時に、まあ20本とか、ホームラン打ってたと思うんだけど、20本以上か、打ってたんだけど、やはり、これでは、この守備ではちょっとなかなか使えないっていうところでやっぱ放出したっていうのがあるんで、やはりそこはね、野球の違い、まあ、DH 制度があるかないかの、まあ、違いでね、こんだけ大きく、変わるんだなっていうふうに今日ね、改めて思いました。もうね、はい、こっからもまだついていくわけですよ。まあ、ヘルナンデスも、そこから三振取ったけど、あ、ここでピッチャー日本選手に変わって、ヘルナンデス選手、空振り三振、1、2塁で吉川選手、ピッチャーへの内野安打、で、ワンアウト満塁から岡本選手の、レフト前ヒット、ワンアウト満塁で坂本選手の押し出し、ワンアウト満塁で立岡さんのレフト前ヒットで最後岸の、463で終わりましたけども、すごいねこれ、すごいゴイゴイっすね、ほんまにゴイゴイっす、これはマジですごい、ああほんまにダイアン津田さんが出てしまうぐらいすごいですね、これは本当にすごいね、はい。まあ今日はね、この試合、この得点で、ね、まあ決まりましたけども、まあその後もね、注目するところはありまして、まあその7回裏もですね、まあピッチャーは吉田選手かな、吉田投手かに変わってますと、ロッテはね。で、またも、先頭ヘルナンデス選手がレフト前ヒット。で、ノーアウト1塁から吉川選手のセンター前ヒット。で、ノーアウト1、2塁で岡本選手のレフト線の2塁打というところで、ここもね、まあ、バッティングは非常に良かったんだけど、やっぱね、守備なんですよね。ここも先ほど言ったポランコの守備ね。もたついたんですよね。クッションもたついて。吉川選手も一塁ランナーだったんだけど、そこからね、一塁からホームに帰ってきたっていうところ。で、これもう見えないエラーなんですよね。普通にやっとけば、吉川選手は三塁で止まってたんだけど、それをね、ちょっとこう、クッションミスって、こう、もたもたってしてる時に、間に吉川選手もしっかり全力疾走してますから、ホームまで帰るっていうところで、まあ、打点王のね、争いとかも今、一位が細川選手かなっていうふうにね、カズマがやってますと。で、やはり、その1打点、とかで、もしかしたらタイトルの、取れるか取れないかっていう風なこともなってきたりとかするんでね。そういったところで、まあその、まあ今日ポランコばっかり言うのもちょっとかわいそうなんであれなんですけど、まあ今日はね、まあ打たれた小島投手はね、まあ原因は間違いなくあるんですけど、でもね、細かいところを見ていくと、やっぱ守備っていうのは大事だなっていう風に改めて思いました。で、最後も8回ぐらいですね。泉口選手フォアボールと先頭フォアボール、秋広選手ね、ライト前ヒットしっかり引っ張ってね、打てました。よかったと思います、これ。
で、オコエ選手、ピンチヒッターオコエ選手は、キャッチャーフライと。で、ワンアウト1、2塁でヘルナンデス選手ホームランなんだけど、これもスライダー行って、シュートインサイド行って、で、スライダー行って、スライダー行って、で、そのスライダーね、低め、うまく見逃してますと。で、もう一回シュートでも行くかな、シュートがまっすぐ行くかなと思ったんだけど、もう一回スライダー行ったら、先ほどの一球前のスライダーよりも甘くなってしまって、まあそれでも甘くなかったんだよ。その前のボールよりは甘かったってことなんですけど、普通の一般的に見ると別にそんな甘いボールじゃなかった、低めのボールだから、そんな甘いボールじゃないんだけど、やはりこんだけスライダーを3球続けて、その前のボールが非常にいいボールっていうのがあったんで、それより浮いてきたってことで、ヘルナンデス選手ね、低めの、真ん中低めぐらいのボールをパーンと打ってホームランっていうところで、やっぱりね、僕先ほども言いましたように、変化球の待ち方もそうやし、まあ、配球をね、読んで打つ能力であったりとか、コンタクト率、変化球への対応っていうところがね、その前のボールの低めのギリギリのスライダーをしっかりバットが止まってるとかな。そういったところは非常にいいところだと思うし、やはり、まあ僕は前、この間ね、動画で出させていただきましたけども、まあ丸選手がね、1番に入ってから非常に打線がいいんじゃないかっていうお話をしましたが、やはりまあヘルナンデス選手がね、今2番、来日されて2番に入って、試合に出てますけども、非常にね、いい状態で、やってますし、まあ、丸さんの状態の良さもありますし、ヘルナンデス選手が入ってきてね、この流れをね、こう、なんて言うんだろう、いい感じにしてくれてるっていうのがあるので、非常にね、今日はとてもいい試合やったと思います。まとめるとね。はい。で、まあ、結局、山崎由里投手も、まあ、状態が悪いというか、まあ非常にこう球数が多くいってて、ちょっとどうなのっていう感じではあったんですけど、結果的にこうね、得点見ると、まあ2点に抑えてるっていうのがあるので、まあ今日はね、この11点っていう得点があったんで、まあ相手のね、ロッテもちょっとこうチーンとした感じはあったと思うんですが、やはりね、まあ打線は爆発してるし、しっかり、引き続きね、投手陣たちもしっかり投げてくれてるっていうところで、非常にいい、バランスというか、いい状態でね、今、交流戦を行えてるんじゃないかな、というふうに思っております。はい、そんな感じで今日はね、すごく気持ちいい試合でした。明日もね、若い、投手はね、投げると思いますから、そこをね、なんとか打線、引き続き援護してってもらいたいな、というふうに思っております。そんな感じで今日は、お願いします。じゃあね、バイバイ。